じゃん。こんにちは。はい。はい。ゆたかさん。ちょっと驚きのニュースが入ってきましたが。はい。速報というか、なんか、ちょっと寂しい。俺にとってはすごく寂しいニュースなんだけども。はい。阪神の岡田監督が、今季限りで退任という方向になっているそうです。まあ話が進んだね。はい。でちょっとね、今年が2年契約ということの2年目ということでね、はい、その後どうなるのかなっていうことはあったとは思うんですけれども、先日豊さん、先日ね、神宮行って挨拶しに行ってね、本当で、まあそれが28日で、岡田監督にその話もぶつけたんだよ。実はね、いや監督どうされるんですかって、まあ2年契約の2年目っていうのも知ってたしね、でまあ岡田監督ぐらいだったら、岡田監督の意見で、まあ、そういうことっていうのは決まると思ってたしね、まあ優勝もされてるし、なるほど。いやだから、まあ、話を聞いたら「いや分からんよ豊か」って言うから。どうなんですか、やるつもりはあるんですかっていう聞いたら、まあどうやろなーって、体大丈夫なんですかって聞いたら、いや体はまあしんどいっちゃしんどいけども、まあ大丈夫よっては言ってたんだよね。まあじゃあ豊さんの感触としてはそんな今年限りっていう感じではなかった。まあそうだね、まあ、それとねスカウトの方がいらっしゃって、で今年のドラフトの話をしてて、でどこの誰かいいですよとか、まあ、そういう話もしてて、おそうなんかっていうようなね、なるほど、まあ話もしてたから、そこにこう話に入っていってねっていう、まあそうだね、だからあまだやるんかなと思ったし、感情的に、まあ原監督が辞めて、まあ同級生がね、俺ので岡田監督って一つ上じゃない、で岡田監督が辞めちゃうとなんか一時代が終わっちゃうみたいな気持ちでもうやらそうとしてたんだよね。豊さんはね、最後の砦みたいな気持ちだったんですよね。そうだね。でまあ平田勝夫というヘッドコーチに「お勝夫大丈夫か?」って「岡田監督まだやるよな」っていうような話をしてたら「いやそう僕らも全くわからないですよ」と「やるんじゃないですかね」とかいうような話をしてて、その時は本当に決まってなかったと思うんだけど、28日はもう本当に5日6日前とかね、まあそうだね、そんな感じですよね。でそれでその28日になんか話し合いを持ったみたいで、まあその時にまあ決断したか、まあそういう方向に流れたかということで、まあその退任をするということでね、まあ腹を決めたみたいなんだけども、もう本当に水面下というか、岡田監督の心の中だけではいろいろな思いがありながらの28日豊さんと会った、その日であったって感じなんでしょうかね。そうだね、だから本人も多分悩んでたと思うんだよね、迷ってたというか、まあこのまま譲った方がいいのかとか。でもまあ阪神側が岡田監督に何かしらのポストを与えるということでね、なるほど、まあその一線からはこう引くけども、やっぱチームに携わっていけるということを考えたら、まあ良かったのかなって、体力的に、まあ、年齢的にもね、まあ、良かったのかなとは思うけども、もう昨年からもねちょっと体調大丈夫かなってそうそう思うような瞬間もあったりしてね、まあ今豊さん見てるとね、すぐ疲れていつも寝てるから体調的にはね結構、まあでも岡田さんしんどいでしょって言ったら「いやみんな朝早く起きて移動するんだよね」って今もう団体で移動することってなくて、やっぱその選手の時間帯リズムで移動させようとするから、まあいついつまでにここに入っとけよっていうことでね。いやだから岡田監督は言ってたのが、まあすごく気になったけどもね、みんな早いな移動すんのかな言って、何してんのかなとか言ってたけど、まあ監督もね、我々みたいな時代と違って飲み行くこともないしね、もう終わったらすぐ寝てんですよとか言って。いうまあ話をしてたんだけどもさ、でも岡田監督のその1年目の功績、まあ1年目キャンプに会った時にね「俺はルメールだぞ豊か」って言うから、まあ競馬の騎手なんだけども、まあ乗ったら勝つというね、なるほど、だからまあ豊か見とけよみたいなことを言われて、まあ見事にね、まあ優勝に導いていくんだけども、その中でなんていうのかな、まあ言ってたのが。やっぱ巨人が強いのかなとかいう話もしてたりとか、まあその巨人に今年ね負けて、優勝を譲ったという形にもなったしね、でまあだからフォアボールがどうのこうのってフォアボール査定を入れたんだよね、1年目の時に。はいで何でもかんでもやっぱこう振りに行くっていうよりもやっぱフォアボール取ったら大きいやとかいうような話を、されてて、まあ、それも査定の中に組み込んでいってみたいなね、まあ、1年目は見事に優勝した「岡田さん鞭入れたんですか?」って言ったら全く鞭入れなかったけど彼らが本当に成長1試合ごとに成長していってくれたかなっていうような、まあ、すごく目を細めてね喜んでた。まあ姿が今でも目に浮かぶんだけどもね、やっぱりこれはリーグ優勝っていうところを目標にずっとやってきて、それを逃したっていうタイミングと、そういった話が持たれたっていうのが結構あるので、まあまあそうだよね。そこの部分もやっぱり結果が出て、そういう話にしようっていうようなことは心の中にあったんでしょうかね。まあそれもあるだろうな。でもまあ2年目のキャンプの時に、まあ監督に顔出したら挨拶でね出したら、まあ言ってたな、このままじゃ優勝できないよと、やっぱ新しい血とか、新しいその若手だとか、まあそういうことが必要なんだと、だからなんとかねこう出てきてくれんかなっていうね、この現状のまま優勝できるほどやっぱ勝負の世界って甘くない。まあやっぱこう岡田監督が言われた通りに、まあ、なっちゃったかなっていうようなね、それは若手では前川とか井上とかレフトに出てきたけども、やっぱこれはある程度の計算、だからまあ例えば野口だとか、ね、そういう若手に期待をしてて、やってたんだけども、なかなかね、芽が出ることがなく。まあ使ったけども、まあ、そこそこのね、まあ、成績を上げてくれたけども、まあ、優勝またレギュラーを刺激するような活躍ができなかったと、いうようなことでやっぱ岡田監督がこう懸念してたことが、やっぱ当たったよね、誰かしら出てきてくれてたら優勝してたかもわからないしね、だから岡田監督のその先見の明っていうのは、やっぱすごいなっていうふうにまあ思ったね。なるほど。ね、今日がね最終戦ですか。まあそうだな。まあ横浜スタジアムかな。そう。DeNA との試合が今シーズンの最終戦。そうだね。まあねクライマックスシリーズなどは続いていくんですけど、まあその最終戦を前にこういった報道があると、ちょっといろんなねこと思いますけどね。まあでもけじめとしてね。まあ岡田さんも男らしい人だから。まあけじめとして、まあ、最後引き取って、ね、まあでもクライマックスとか、まあいろいろ残されてるんでね、まあ最後の戦いをしっかりして、まあ退任の方向に退任していくんだろうけどもね、まあいい形で、まあ、最後はね終えてほしいなというね、まあそんな感じがするよね。まあ本当ね、まあ、リーグの連覇っていうのはちょっとあと一歩というところで逃してしまったんですけど、ね、日本一っていう可能性はまだありますからね、それもし連覇ってなるとね球団初、まあそうだね、そういったねでもねなるとどうでしょう、ちょっと先ほど言い忘れたけど、1年目岡田監督がなった、で俺楽しみにキャンプ行った、でねなんか普段と違うんだよね、キャンプが。キャンプが岡田監督がじゃなくて阪神のキャンプが。キャンプが。で守備練習してたんだけどもさ、で平田勝夫というヘッドコーチともう学生の時から仲良くて「勝夫!」って呼んだら「シー」ってやるわけ。えみたいな感じになるじゃん。いつも通りで言ってるからね。そうそう、こっちはね「ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ」って言うわけ。でどうしたんやろうと思って、で守備練習が終わったの。浮いた存在になってたのね。そう。で守備練習が終わったの。そしたら来てくれて、いやいやすごいあれなんですよ。一つ一つ細かくやってるんで、で緊張感があるんですよって。それは感じた。ものすごいピーンと張り詰めた緊張感の中で練習をやってた。なるほどね。これはね12球団、そして今までキャンプ行った中でもそれは確かに。その緊張感を持ってやってるチームいたけど、ものすごくなんかこう「あ悪声をかけたことが悪かったって思ったのは初めてやった。なるほど。なんかこう、アマチュアの厳しい野球を見てるような。まあまあそうだね。なるほど。いやだから。ああやっぱこのぐらいのやっぱこう強くなるチームっていうのは緊張感がいるんだなっていうのをなんかこう身をもってっていうか見せてくれて、なんかすごく、まあ、今思えば印象に残る、まあ、シーンだったなと思うよね。昨シーズンの始まる前のキャンプってことね。そうだね。だからそのキャンプの緊張感とかキャンプの厳しさっていうのはやっぱ指揮官の緊張感であり厳しさだと思うんだよね、持ってる雰囲気というか、うんうん、いやだからそれを見た時にルメールだって聞かされてもう本当に納得したというか、ね、選手とかねその他は変わってないわけですからね。だからそれまではやっぱこう和気あいあいとね、うん、やってたキャンプ、まあどこ行っても和気あいあいという、まあ苦しいキャンプだから楽しくやろうっていうのが、まあ、主流な中で。まあポイントで緊張感を持ちながらやってた阪神が、まあ、その年は優勝するんだけどもさ、やっぱりいいものをこう見せてもらったなって、やっぱそれなりの緊張感がいるし、だからねその緊張感っていうのは怪我人も出さなかったんだよね、だからやっぱ岡田監督っていうのはいい緊張感のもとで、ね、いい厳しさの中で。まあ野球ができたんだなっていうね、これをやっぱこう阪神の伝統の中にちょっと残してもらいたいようなね、ちょっと一面だったなっていうような気はします。なるほど。またね豊さんがすごい寂しくなる。いや寂しくなるな。ちょっと朝からショックを受けてましたけどね。いややっぱ岡田監督の野球って策士だし楽しかったしね。ずっと言ってますよね。それ去年になってからね。だからまあ言えば我々が本当に選手の時からやってきたなんか策士の野球だとかなんかこう駆け引きの野球だとか、まあ、そういったものがなんか最近ではちょっと減ってたんだよね、まあ、岡田監督がそれを見せてくれて、まあ、パ・リーグでは新庄監督が、ね、策士でいろんなことを見せてくれるけども、まあ、セ・リーグの中でねまたそういう見せてくれるような監督がね、まあ、出てくることを望んでるし。まあそういう野球が俺は好きなんだなっていうね個人的には思うけどもね。まあでも最後の勇姿をね、まあ飾って、まあクライマックスでもね、岡田采配がさえ渡るね、そういうことを望んでますしね、まあお体を気をつけて最後まで戦い抜いてください。はい、お疲れ様でした。